令和2年第2回担当式試験大変お疲れ様でしたえこちらの動画では財務会計論について解説させていただきたいと思います担当はレック専任講師吉田ですよろしくお願いいたしますはいまずは長丁場の1日大変お疲れ様でしたまあ、感触が良かった方思わしくなかった方様々いらっしゃるかと思います今本当に疲労困憊な状況だと思いますが 少しだけお時間をいただいて本日の財務会計論について振り返っていきたいと思いますまず全体的な難易度のお話ですが、まあ、今回は前回と比較するとややま以下やや簡単になった傾向だったかなと思います、まあ、理論計算総合問題、まあ、総合問題は少し簡単に見えて 若干集計がまあめんどくさいというか手間がかかる問題もあったのでその点についてはなかなか点数取りきれなかったかなとは思うんですけれども、まあ、個別の理論または計算については結構取れる取っていただきたいっていうところが多かったと思います早速問題の構成を確認していきましょうまず理論ですね理論は全部で9題出題されました で取っていただきたいいただきたかったところとしては、まあ、6から7問ですねできれば7問取っていただきたかったところになります、まあ、理論もなんか正当可能性「まあ、高中低」と、まあ、3段階でつけているんですけれども「まあ、低」になるかなってと思われるところはなかったのでまあ「公」が結構多い印象だったので、まあ、7問は 六問は最低取っていただきたいなというところではありました、はい、で計算の方ですね計算の方、まあ、個別をまず見てみると計算の個別は十三台全部でありましてでこちらも八台から九台取っていただきたいなというところです八、まあ、台は確保していただきたいなというところですね、まあ、計算も結構あの商品有高調の問題ですとか結構その募金の初級の方の 問題の方でも解けるような問題っていうのが出題されているように見受けられたのでやはりこの点については落とさずきっちり取っていく必要があったのかなというところではあります。はい、で、まあ、理論個別でそれぞれあのあ計算ですね計算の個別理論それから連結、まあ、問題の構成としては例年と変わらないところとなっていて全部で連結も含めてあ総合問題ですね失礼しました。 連結と書きましたがこれ総合問題です総合問題の方も含めて28台っていう水準は、えっと、例年と変わりませんなのでまあ総合問題の方は全部で6台各6点で全部で6台ですねで総合問題の方なんですけど結構総合問題はあの、まあ、難しいあの資料の情報量としては少ないんですけれどもまあちょっと。 集計が多かったりその2段階であの連結内で、えっとまあ、商品の、えっとまあ、2段階で未実現損益の消去を行わないといけないだったりですとかあの固定資産の,その評価差額の実現の部分についても、まあ、ちょっと集計とかの面でミスをしてしまうっていう可能性が結構考えられたかなと思いますので、まあ、総合問題については1から2問。 でできれば、まあ、同じかなというところではあります。時間的な制約もありますし、まあ、結構その個別の方で、まあ、じっくり解いて点数を稼いで、まあ、総合問題の方ではあの、まあ、もう取れるところをかいつまんで取っていくあまり欲張らないっていう戦法が今回は良かったのかなと思われます。そしてまあこれらを総合すると点数としては112点から120点、まあ、200点満点のうちですね 取れていればまあ、財務としてはかなりできた方なのかなと思います。なので、まあ、得点の目標ラインとしては112点から120点取れていれば御の字という感触です。ただ、あのこの目標ラインっていうのはあくまでも現時点のもので、えっと講師の主観で出しているものです。なので、まあ実際はかなりブレる可能性があるということをご了承ください。 なので、まあ、この点数に届かなかったからといって極端に落ち込む必要もありませんしと明日以降、まあ、情,情報収集を進めていく中でより正確な数値が出てくると思いますので引き続きネットなどで確認していただくようにお願いしますレックではですね8月30日、まあ、次の日曜日になりますが本日の担当式試験の分析会を行いますので、まあ、そこでより正確な情報をお伝えできれば。 と思っています、はい、それでは各問題の回答と正当可能性について見ていきましょう、はい、財務の各問題の回答の数値とその隣に正当可能性をつけました、まあ、これ動画を。 一時停止していただいて書き写すなりしていただければと思います。はいまあ、今回は比較的理論計算の個別の問題については正当、まあ、可能性項のものが多かった取っていただきたいものが多かったところにはなります。 はいそれでは、えっと、個別問題についていくつか解説していきたいと思いますで時間的な制約もありますのですべ、まあ、ての問題について、えっと、詳細に解説するということはできないんですけれども、まあ、詳細な解説の方についてはレックの講座などでも行っていきますので、まあ、後日そちらの方でお伝えできればと思っていますそれではまず理論から個別の理論から見ていきましょうはい 問題としてはまず第2問になります。収益認識に関する会計基準出ました、まあ、これは今回収益認識はやはりホットなところということで、まあ、理論と計算の方で1問ずつ出されているというところです。ただまあこの理論なんですけどなかなかまあ会計基準には実際もちろん書いてある会計基準読めばぴたりと書いてあるところは見つけられるんですが。 まあ、なかなかその受験生の皆さんで全てカバーされている方っていうのもまあ、少なかったのかなと思いますのでまあ、正当可能性については中というふうにさせていただいていますそれではまあ罰の足について見ていきたいと思いますまずあなんですけれどもこれはま契約不採の定義になります、まあ、なのでまあ会計基準に読んだことあるよっていう方についてはすぐまあ罰っていうのが分かったかなと思いますが まあそうですね、知ってるか知らないかというところでしたはいで「てについてはこれあくまでもその「対価を回収する可能性が高い場合に、まあ、そのの収益認識に関する会計基準が適用されるというところで、まあ、ここは「×」をつけていただきたかったところになります、まあ2年後 3年後、まあ、収益認識が一般的にあのズ務で適用されるときになれば、まあ、こ,ういこれらの足っていうのはもう本当に分かってすぐに切れ,る切れなければいけないんですけれども、まあ、今の状況まだ実務の方では適用され,ていますあのされていない部分でもありますのであの、まあ、なかなかパッと見て切れる。 という方も少なかったのかなと思いますなのでまあ正当可能性の方は中というふうにさせていただいています。はいでは次の問題に参りましょう。続いては第7問です。あこれ最初にちょっと理論の方を見ていきたいのでちょっと問題前後してしまう計算の個別の方と前後してしまうかもしれないんですけれども一旦理論の方を進めていきます。問題7です。 はい、問題7については、まあ、引き当て金に関する仲介、まあ、18に書いてある記述にはなりますただ、まあ、ちょっと「ウの足なんかはその株主優待制度株主優待引き当て金とかちょっと見たことがないなじみのないものも出たところではあるので、まあ、こちらも解説していきたいなとは思いますまず、まあ「×」の足は「い」と「エになります「イは、えー、と引き当て金の計上要件を全て満たしている必要はないというその最後の一文が×になります、まあ、あくまでも、えーと 貸し引きについても引き当て金の計上要件を満たしているものについてと貸し取り引き当て金として計上するので、まあ、E は罰になりますで、絵については、まあ、少し迷われた方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、最後ですねこの工事の進捗に応じて合理的に見積もった引き当て金を計上すれば良いというところがまあ、罰になります、まあ、これ基準にも書いてあるんですが、まあ、工事え工事損失引き当て金っていうのは、まあ、工事の進捗に関わらず 工事損失が見積もられた時点で、まあ、その金額を計上する必要があるのでこれ応じてっててっ書いてあるところがになります、はいまあ、少し、まあ、うーは見たことないですし、まあ、ちょっと絵が完全に切れるかどうかちょっと迷った方もいるかなとは思うんですけれども、まあ、こちらはできれば正解していただきたかったかなというところではあります。まあ、中正可能性は 中とそういうふうにさせていただいていますが、まあ、高に近い中になるのかなというところですはい。それでは続いて問題18を見ていきましょうこれちょっと見慣れない形式の問題だったのかなと思います、まあ、連結の範囲とすべき子会社に該当する会社を選ぶ問題なんですけれども、まあ、なかなか 自信を持って答えられた方はちょっと少なかったのかなと思います。正答可能性は、まあ、中というふうにさせていただいています。なかなか他のまあ、理論の問題に比べてあの消去法で回答できるっていうものもっていう問題でもなかったので、まあ、バシッとこうこれだっていうふうに分かった方っていうのもえっと少なかったのかなと思います。それでは解説していきましょう。まバ、あ、ツの足456になるんですけれども、まあ、4については まあ共同支配に関する契約を締結しているというところ,とというところで罰になります。で5については株式を売却する合理的な計画を有しているということで、まあ、支配が一時的になるというところなので、まあ、これも連結範囲とすべきではない連結範囲の対象とはならないとなります。で6については、まあ、他の会社 Z 社ですね Z 社があの議決権の50%超を保有しているというところで、まあ、他の会社が支配しているので まあ、p 社にとっては連結の対象とはならない。連結対象の子会社にはならないので、これもバツになります。まあ、45。6が確実にバツになって、あとはえ 123abc 社ですね。これをまあ入れられれば良かったかなというところです。はい。まあ、なかなか見慣れない形式の問題ではあるんですけど、まあ、過去にもこういった形式の問題出題されていますので、まあ、この機会にまあ,あの慣れていただければと思います。はい。 ちょっと細かい論点が多いんですけど123についても、まあ、結構細かいところではあるんですけど、はいまあ、できれば解答し正答していただきたかったところかなという感度ですはいそれでは理論についてはこれで最後になります問題22を見ていきましょう問題22企業結合及び事業分離に関するまあ横断的な論点 が出題されています。横断的に出題されています。で、意と A についてがまバツになるんですけれども、まずいいですね。意は結構確実に罰をつけられた方、あの自信を持ってバツとできた方が多かったんじゃないかなと思います。いや自信を持って罰をつけていただきたかった問題の話になります。まあ、この黄色の部分ですね。マーカー引いてある部分で。 その合意されて公表された日の前の合理的な期間における株価っていうのがまあ明らかに罰ですねこれ結合,結合日におけるまあ株価を基礎として算定するというふうに今なっていますので、まあ、これは自信をを持っって罰をつけてけいたたただきたかった足になりますでそれからまあ A が若干よく分からなかったというかその主語が分かりづらいこの足自体の内容が読み取りづらいっていうところではあるんですけどここも頑張って罰にしていただきたかったところです。 あのまあ、ちょっと読んでいくんですけど非支配株主から子会社株式を取得しその対価として親会社株式を交付する場合連結財務諸表上異種資産の交交換換とみなして交換損益を認識する、まあ、この黄色の最後の一種資産の交換とみなして交換損益を認識するというのがまあ罰になりますでこれまあ主語がちょっと分かりにくいんですけど、まあ、要はその子会社の追加取得で自己株式を交付する場合なのかなと 思いますでまあその場合まあ、交換損益とか認識しませんよねなのでまあ、ここは罰をつけていただきたかったところになりますはい。まあ、講義あの今回この解説の動画では、まあ、今のあの以上理論についてはちょっと解説は以上になるんですけれどもまあ、他のところもあの結構回答可能性正当可能性についてはまたコートしているところもありますのでまあ、そういったところについてはえっと ししっっかかりとととていいたたただきたかったというところになります。はい、それでは続いて計算問題見ていきましょうで計算問題についてはですねまず問題9を見ていきたいと思います収益認識の問題ですね 収益認識出るだろうっていうふうに予測されてた方は多いんじゃないかなと思いますなので、まあ、この論点についても、まあ、カバーされてた方も多いのかなとは思うんですけれども、まあ、そうは言ってもなかなかまだまだあの新しい論点なので、まあ、できなくても仕方がないというか、えー、と正当可能性についてはまあ中程度になるかなというふうに思っています、まあ、なのでできなかったからといって落ち込む必要はないかなと思います内容を見ていきましょう まず3つですね製品3つ XYZ を売っていて、まあ、独立販売価格がそれぞれ提示されていますでポイントとしてはこの真っ赤引いた部分ですねまず2についてなんですけど、まあ、A 社は通常製品 Y と製品 Z を組み合わせて200,000円で販売しているというところで、まあ、独立販売価格このに提示されている独立販売価格を足すと 二百四十っいうふうになるんですけど、まあ、実際は A 社はこの二つセットで二百円で販売してますよっていうところですね。少し実際それぞれの独立販売価格の合計金額よりはまあ安く販売されているというところです。で続いて一番のポイントはこの三ですね。まず A 社はこの製品 XY および Z を組み合わせて一セット三百六十で売りますよっていう契約を締結しましたと。 この契約による値引きは製品 Y と製品 Z の独立販売価格からの値引きであり製品 Y と製品 Z の販売に対するものであるとの証拠があるというふうにもう明確に書かれていますのでこの値引きを反映した取引価格を製品 Y と製品 Z の独立販売価格の比率に基づいて配分する必要があったということです。 この3からそれを読み取っていただきたかったということになります。で実際その製品 X 製品 Y と Z ですね製品 Y と Z について取引価格いくらになるのかというとこの下に式を書きました。独立販売価格それぞれ提示されてもともと資料に提示されているのが150と90っていうふうになるんですけどそれを それぞれ240この合計ですね独立販売価格の合計で割って、まあ、200円に掛け合わせるということころという計算になりますで、まあ、この取引価格配分した後のそれはス、まあ、製品 Y と Z の合計っていうのは、まあ、200になりますここですねこの組み合わせて200で販売しているということで、まあ、ここが 取引価格配分した後に200になるっていうことを確認してくださいでそれぞれ Y と Z について取引価格を配分し,しましたした後にこの配分後の Y の単価を用いて当期の A 社の売上高を計算していく必要がありましたなので最終的な売上高の計算式としては、まあ、ここに書いた式になります まず X については資料の1番に書いてある独立販売価格160で100個売っているということで16000ですね、まあ、そのまま単純に計算掛け合わせるだけです。で Y についてはこの取引価格配分した後値引きも踏まえ含めた取引価格配分した後の独立販、えー、と価格を実際売った 個数80個に掛け合わせて1万,と出せる1万と出せたかというところがポイントになります。はい、で、X、と、y、合わせて2万6千ということで解答の選択肢は4番ということになります。はいましとう続いては、えっと、問題16を見ていきたいと思います。 食給付の、ま、数理計算上の際の問題ですね、数理計算上の際の、当期末の、×1 年度の期末における非認識推理計算上の際の総額を求める問題です。はい、で、ポイントとなるのは、この資料の4ですね、平均残存価格、もともと10年だったところを、ま、当期主、×1 年度の期主に 10年から8年に短縮しましたっていうところを踏まえて未認識数理計算上の差異を求められたかというところがポイントになりました、はいでまあ、一応あのちょっと小さいんですけど年金資産と対象給付債務の当期の,当期,の当期生じた未認識数理計算上の差異としてはこちらの図になります。まず、まあ、年金資産ですね もともと機種の金額からそれぞれ、まあ、資料の5番の内容を反映していって当期末残高出すと、まあ、9850となるんですけど資料7番ですね時価は当期末の時価 ×2 年3月31日における時価は9770だったというところでまず年金資産の方から数理計算上の差異がマイナス80生じているというところです。で 最初寄付債務の方については、まあ、これも問題文を読みながら反映していって同期末の理論値残高出すと1万6000なんですけど実際には1万7800だったということで、まあ、これもマイナス1800の数理差異が生じているということになりますだからまあ合わせて1880のマイナスの数理差異借り方の債ですねが生じているということになりますで 機種数理計算上の際がこちらに数理計算上の際についてこちらに書いたんですけどまず棋種350と350貸し方ということで、まあ、プラスの数理債ですねプラス350あったところを棋、まあ、経過期間3年というところで8年に短縮したので、まあ、8年から3年引いて5年残り5年当期も含めて残り5年で償却していきますということで。 今回は 350÷5×4。ということでこの機種にあった数理差異っていうのは当期末においては280残っているということになります。はい、で当期生じた数理計算上の差異についてはこちら、えー、と資料の2ですね。資料の2に 数理理計算上の際の際費用処理については発生年度からというふうに書いてあるので発生年度から費用処理しなければいけないということで当期に生じた数理計算上の際も、まあ、焼却していく必要があ,るありました。で1880、まあ、当期にマイナスの数理差異が生じているので、まあ、これを8で割って7をかけると当期の残高っていうのは。 16, あ一万六千四すみません千六百四十五マイナス千六百四十五ということになりますこの際投機生じた際が八分の一焼却されてマイナス千六百四十五残っていますということですなのでまあこの二つ足し合わせて回答数値としては千三百六十五で、まあ、マイナスの際なので借り方際ということになります回答は丸二番になりましたでまあこの 平均残存勤務期間の変更というところはちょっと、えっとまあ、当連等ではやってられていなかったと思うんですけれども減、まあ、価償却の減、まあ、価償却期間の変更とか短縮などと同じように考えていただければ、まあ、なんとか正当することができたのではないかなというふうに思っています。まあ、ただちょっと 難しい論点だったかなと思いますので、まあ、正当可能性としては中というふうにしていますはいそれでは続いて問題17を見ていきます問題17ですねはいこれは投資にかかる一時債の問題です投資にかかる一時債の問題で えとまあ、ポイントとしては4番になります資料の4番年 P 社は罰3年3月に S 社株式を、まあ、これ以上保有し続けても品ジーは生まれないと判断したことから罰、まあ、3年4月以降に全株を売却する取締役会決議を行ったということで、まあ、ここで売却の意思決定を行ったということが読み取れますで売却のの意思決定を行ったとということは、まあ、こは 子会社の投資にかかる一時債っていうものを、一時歳についての税効果を認識しないといけないっていうことになります。それをまあ読,みとめ読み取れたかどうかが、まず第一のポイントでした。で、まあ、下の方にタイムテーブルを書きましたので、まあ、ご参考にしていただければと思います。まず、バツ1年3月に、P、まあ、社,社、P 社ですね。P 社は S 社。 の八十パーセントを取得したということで、まあ、通常の取得のタイムテーブルですね。で、ノレンが千六百出てます。で、これ罰三年三月にのこのタイムテーブルを見ると、まあ、S 社の連結上のボカっていうのがここからわかると思います。で、まあ、個別上のボカっていうのは、ま五千四百四十で当初取得した時の原価ですね。個別上の原価とその連結上の原価っていうのはこのタイムテーブル にまあ八十パーセント持ち分を掛け合わせて、のれんの未償却残高を足した金額が、まあ、この連結上の母価ということになります。なのでこの差額ですね。ここの差について、まあ、投資の意思決定、あ投資を売却する意思決定を行ったのであれば、まあ、税効果を認識する必要があるよっていうことです。まあ、なのでまあノレンの部分も含めて連結上の母価を正確に出せたかどうかというところがポイントになりました。 はい、なので、まあ、答えはこの5920から5440を引いた金額に、まあ、この実効税率三十実効税率がまあ30%とあるのでこれを掛け合わせて、まあ、回答数値としては4番144というふうふになりました、まあ、これはかなり難しい論点だったかなと思いますので、まあ、正当可能性としては「て」というふうにしています。まあ、その 正確にこの連結上の母化をのれも含めて出した方については、まあ、できた問題かなと思うんですけどまずここまで行き着かなかったという方もいらっしゃると思います。時、まあ、にかかる一というのをまあこの問題を通して知っていただければよかったのかなと思います。はい、それではですね続いては、えっと、最後の問題になります。見ていきましょう。 問題21です、えっと。子会社同士の合併ですね、まあ、これもなかなか難しかったのではないかなと思います正当可能性は中とさせていただいていますで、まあ、今回この子会社同士の合併については、まあ、実際 A 社の持ち分 B 社から見るとその A 社の持ち分と B 社の持ち分両方変動しているんですよねで B 社はその A 社の株主に対してまあ B 社1株 A 社株1株当たり B 社株5株を交付しているということでま,あまず問題文を読んでまず A 社がちょっとこれは暗証していきたいと思いますがもうこれ持ち分の変動が正確に捉えられたかというところがポイントになります。まず A 社について ちょっと詳細な解説を省いてしまうんですけれども最初当初60%持っていましたず1年3月31日に60%取得していましたでこれを、まあ、今回その B 社株式が交付されたことで75%だから追加で15%追加取得していると考えますで B 社について見てみると、まあ、B 社もともと A 社が設立あえっ、ー、と P 社が まあ設立した会社ということで100%子会社だったんですけれども、まあ、今回の合併によって75%まで減少した25%減少したよっていうふうに考えることができますでこの時、まあ、A 社の、えーとまあ、株主資本については問題文の2に書いてありますね問題文の2の上から 3行目ですかね3行目の終わりから罰 ×5 年3月31日において、まあ、A 社の株主資本っていうのは1万1,600であったというふうに書いてあります。で万としたいところなんですけどここにプラス評価差額があります。取得,、えっと、取得した時のですね A 社の株主資本っていうのは罰 ×1 年3月31日において8,000だったんですけどこれ時価。 が円その取得した時点での時価っていうのは9,000円だよっていうことで、まあ、1,000円取得あの評価差額が生じているのでこの部分も含めてあげなければいけません。なのでこのちょっと薄い字で書いてしまっていますが、まあ、この1万1,600に評価差額。 線を足してあげて、一万二千六百と A 社の資本を出していただきたかったところになります。すみません、ちょっと汚くなってしまいましたが、でここで一万二千六百と A 社の資本が出せました。でそれの七十あ十五パーセントを追加取得したということで、これが千八百九十になります。 でこの時、えっと、B 社っていうのは1000株, A 社,株式発行済み A 社の発行済み株式総数1000株に対して、まあ、1株当たり5株を交付したということでかける5、まあ、株ですね5株にでこれが B 社が今回 A 社,に A 社株主に対して交付した株式数の合計になります。 5, 株で B 社の交付した B 社株式の時価っていうのは1株当たり3.2千円ということで、まあ、これ計算すると1万6千円というふうになりますこれが今回 B 社が吸収合併に当たって交付した株式,株式数の時価株式の時価ということになりますでこ,れこのうち この1万6,000のうち15%に当たる2400で P 社は A 社を追加取得したよっていうふうに考えます。いいですか。この240015%結局 A 社の持ち分 P 社から見た A 社持ち分っていうのは15%増えているので。 この B 社の交付した株式の時価のうちの15%である2400をもってこの189015%を追加取得したよっていうふうに考えていきますなのでここの差ですねここの差がその他資本剰余金の変動額となりますといことでまあここは510ですね 追加取得にかかる、まあ、連結上の追加取得にかかる処理を処理と同じ処理ですね。まあ、対価がまずというふうに算定できたかというところがポイントになります。最初にこの A 社が60%から75%に15%追加取得したというふうに見、まあ、な,なして見なしの追加取得したよというふうに考えて。 A 社の資本から1,890っていうのを出しでその対価としては2,400 24っていうのを算定できたら、まあ、ここの,資本常用金の増減額といいうののが算定できたのかなと思います、はい、で続いて B 社なんですけど B 社は反対に100%子会社から75%に減っている25%減っているということで B 社については、えっと、売却したというふうに考えます。 で、まあ、B 社の資本は資料の3にありますね。6400とあります。なので、まあ、それは、これはそのまま6400を使い25、25%減っているので、まあ、これは1600になります。はい。で、これも、まあ、結局2400で売却してる、この金額って、 一致すするるはずななのでになるんでにんけど、まあ、考え方としてはですねもともと B 社3,000株発行済み株式総数3,000株あったんですよねでそこで1株当たり3.22,000円ということでこれが B 社の株式交付、えー、と合併直前の時価というふうに B 社株式の時価となります。 でここから25%売却しているということなのでここに25%掛け合わせて2400で売却したよっていうのが分かります、まあ、必ずここのこ,こイコールになるので、まあ、それはこれでもう確認することができます、はい、で2400で1600を売却したよっていうとこ,ろことで資本助成金としてはプラス800となります なのでこここですね、えっと、この A 社株式の追加取得にかかる資本剰余金の売却、えっと、増減と B 社株式の売却にかかる資本剰余金の増減額足していくととなりますこの合計足すと。 290となります。でこれがまあ正答えっ、ー、と4番の回答となり4番となります。回答は4番となります。はいでこれかなりまあテキストには載ってる問題にはなるんですけど、まあ、なかなかむずあの回答するのはちょっと難しかった問題になるかなと思います。なのでこれはまあできなくても仕方ない問題となりますのでまあ、あまり気にせず。 えとまあ、復習の時に、まあ、これ次同じ問題が出たらできるようにしていただければいいのかなと思います、はい、ではまあ個別の問題について解説以上とさせていただきたいと思いますで、えー、とその他ですねちょっとコメントしておきたい問題としては、えー、問題の5と6ですねまず問題5についてなんですけど これは棚卸資産の問題なんですけどちょっと見慣れない応用問題になってくるので6番もそうなんですけどと6についてはできなくても仕方がななかかったのと思いいます。につてもですね賃貸と不動産の計算問題というところでなかなか資料も見慣れませんし内容も見てすぐに捨ててしまったという方も多いんじゃないかなと思いますがそれは正解な判断だったのではないかなと思います。結構やはり見れない問題で、 き進んでしまって、途中でちょっとわかんなくなってしまって、時間を無駄にしてしまうっていうのが一番もったいないことなので、まあ今回はまあ問題6とまあ5についても捨て物になったかなと思います。まあ、5は落ち着いて解けばできたという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、なかなかちょっとポイントがつかみにくいところもあったので、まあ、5と6についてはできなくても仕方がなかったのかなと思います。はい。でまあ、総合問題の方はちょっと今回このえっ、ー、と解説の方ではえっ、ー、と。 説明は省略させていただくんですけど、まあ、資料が少ないので資料の分量としては少ないので、まあ、回答できるかなっていうふうに結構時間かけ,てかけられた方もいらっしゃったのかなとは思うんですけど、まあ、なかなか集計が面倒くさい部分が多く、まあ、そうですね利益剰余金を求める問題だったりとか、まあ、当期純利益求めさせる問題だったりとかっていうのは、まあ、完全に、まあ、これできなくても仕方がないかなというふうに 思います。はい。解説は本動画での解説は、まあ、簡単ですが以上とさせていただきます。まあ、最後となりますが、えっと今回は、まあ、試験日程の変更また、まあ、連日の猛暑で本当に心身ともに大変な試験だったと思います。まずはまあ、今日1日乗り切った自分自身をしっかりと、まあ、いたわってあげてください。そして、まあ、一休みされた後に。 今後の対策について考えていただきたいなと思います。はい、それでは大変本日は大変お疲れ様でした。解説動画は以上となります。